10月13日と14日の2日間、年に一度の自由が丘女神祭りが自由が丘駅の周辺で開かれました。これは町の魅力を発信することを目的に毎年10月上旬に開催されている自由が丘最大規模のイベントです。50回目を迎えた今年はオープニングセレモニーに青木英二目黒区長などが出席して祝辞を述べ、自由が丘のまちづくりについて話しました。自由が丘周辺の商店街が協力して開催されているこのイベント、2日間とも天候に恵まれ多くの来場者が訪れました。商店街が企画したさまざまなブースが並び、自由が丘を題材にしたアート作品の展示も行われました。本当に商店街の人で企画して商店街の人で動いたっていうのが大きな特徴です。行ってみたら面白い企画があったり、ワークショップがあったり、ライブがあったり、美味しいご飯があったりと、本当に回ってみないと発見できない、そんな面白さがあるイベントだと思います。宮城県石巻市の方から来まして、で石巻焼きそばっていうのは石巻の B 級グルメになってまして、魚介だしで蒸し焼きをすると。自由が丘でが丘わんこという犬のアートと雑貨のお店をしております。アーティストによる商品がたくさんありまして、あと犬種別にいろんな犬種のものを揃えております。こちらでは壁画の作者とスケッチをするワークショップが開かれました。僕が描いたこの壁画があるんですけれども、子どもたちがそれぞれの思いで、また新たに描いてもらうっていうのが意図になります。さまざまな店舗が入るアーケード光街でもイベント期間限定の店舗が出展されました。リユースの着物を販売しています。羽織がとてもすごく人気で、私もびっくりしてるんですけど、もう大人気で飛ぶように売れて、なんか悲鳴を上げています。こちらは毎年用意されている子どもたちが楽しめるスペースです。お面作りのワークショップや射的などが行われ、景品のお菓子を狙う子どもたちの姿が見られました。駅前に設置されたメインステージでは音楽ライブのほか、トークショーなども行われました。ラグビーチームリコーブラックラムズ東京のステージでは、チームを支える管理栄養士が選手たちの強靭な体を作る食事について話をしました。ものすごく特別なものを食べているわけではないんですね。成長分のものを必ずプラスして多く取ってあげる。選手からは来シーズンに向けての意気込みが語られました。応援してもらえるようなチームになれるように日々頑張っていくので、ぜひ会場まで足を運んで試合をご覧になってください。ラグビーを見ることが興味を持ちました。将来日本代表とかに会いたい。音楽や食事などさまざまなブースが出展された2日間、自由が丘の街に多くの来場者が訪れ、いつも以上に活気づいていました。